対応したら自分の子供の親だから責任取るの、上司だからって責任取るの、ホルモンじゃないか、任命権あるし任命した責任がないんですから、もうそんなのもう頭おかしい、そういうことじゃん。じゃあ会社の社員がスピード M を出したら社長が責任取るの、だからどっちにしてもそれを警察で主張したらいいじゃん。とにかくもう帰ってください。わかりました。はい、ということで、すいませんでした。ちょっとね、妨害があって、まあ、15分過ぎた場合は、退去罪で刑事告発をしようと、告訴をしようというのは本当に考えておりました。本当に冒頭にですね、ちょっとその田中がどういったことをしたのか、私、本当にあっかり知らないところでありますので、まあ、それはもう被害が、暴力があった被害者が、で警察に通報しているのであれば、それは直ちに警察に相談をするべきだ、被害の申告をするべきだということを主張しておりましたので、お任せをいたしました。で、今日から無料無責任相談会という名前なんですけど、まあ、冒頭、これまでも充電行っている通り、投資としてのこちらからの発表、その後、記者の方からのいわゆる質問ですね、いわゆる記者会見と。というようなものを先に行った後、無料無責任相談会という形に変更しているというか、変えていくということで、もし、言ってなかったら、今、時間だったら、冒頭のところが、もし、チャンネルなので、後ろの無料無責任のほうが、ちょっと2エンタメぐらい、エンタメに経済に変わりません。はい。ということで、で、お探しで申し訳なかったですけども、で、今日、秘書の方、秘書の方ですね、ちょっとお知らせをして、うちの方も、秘書の体制に関しては確かに問題がある部分、適材適所を置いてなかった部分というのがあると、あることに比較をしておりまして、そこについて、こういうことですよね、そのホテルの領収書をホテルがあって、で、多分安倍さんの秘書がいて、で、出席者がいたわけですよね。で、ホテルが5000円の領収書をこう渡してるわけですね。参加者もこう5000円渡して、こう5000円渡してるから、安倍事務所は、これに対してプラスマイナスがないために、政治資金規正法、まあ、いわゆるあのパーティーと違ってね、政治家のパーティーってお金儲けることができるわけですよ。事前に届けれるのかな、とにかく。まあ、1万円ぐらいの食、まあ、8000円ぐらいの食事を作って、2万円ぐらいのパーティー券を売って、1万2000円儲けるみたいな、そういうことができるわけですよ。いわゆる、集金パーティーとかね。それに該当しないから、記載しなかったと。まあ、これを安倍首相がずっとおっしゃってる、言ってるわけなんで、うちもね、これ500円ですけど、事前に新宿、その、病院から500円の領収書くれない、まあ、聞いてみて、もらえたら、うちがもらって、秘書が500円集めてやろうかなと。全く、その、安倍、総理が主催したというか、まあ、桜を見る会の前夜祭のホテルニューオータリーでの形式みたいなものをちょっとやってみて、で、同じことをやればね、なんか、安倍さんだけじゃなくて、うちの党を批判してくれるんじゃないかな、みたいな。要は、うちの党なんか無視されてるような感じなんで、いやいや、うちもやってますよ、みたいな感じでやれば、まあ、これがね、問題があるんだったら、僕が責任取ればいいと。まあ、あともちろん、せっかく桜見る会、毎年やってるわけですから、まあ、うちの党がやって、どれだけの方がお越しいただけるかっていうのは分からないですけど、まあ、少なくとも安倍昭恵さんの方にはね、僕の方から来てくれませんかというような招待状の、招待状といっても、Facebook のダイレクトメッセージぐらいになると思いますけど、特段何か、切手を貼る招待状というのをね、ネットでのダイレクトメールみたいなものを使って、NHK から国民を守る党主体の桜を見る会を4月、まだ日を日に決めてませんけども、近々発表したいと思いますが、それも今日、それを今日決めたということであります。まあ、それは
ば、まあ、あと、あえていいか、僕の方から以上です。何か、メディアの方から記者会見で何か聞きたいことがあれば、いいですか。エンジェルスになってもいいですけど、何か、いわゆるご質問ですね。あの、相談は相談でこの後、時間作っておりますので、いわゆる NHK から国民を守る党や、党首立花に対して何かご質問があれば、先にどうぞ。はい、ちょっと待って。あ、グリーンのお申し込みですけど、ちょっと YouTube 確認した限りでは多分言ってなかったと思うので、もし株主たちに申し訳ないんですが、堀江本番パクにされて署名さんとお話をしますけど、先週おっしゃってた政権放送とか、その今後の堀江さんとの絡みに何か決まったことがありましたら。言おうかどうしようか迷ったことなんですけど、言いますね。じゃあ、まあ、静岡4区については、私が立候補するということで、すでに NHK の政権放送と民放、まだ、静岡のどの民放が放送するかというのはまだ決まってないので、最終的に決めるのは静岡選管ということなんですが、先ほどちょうどオファーをしたところです。報道では、おとといプレゼンには、対談の時に皆さんもいただいてた方もいらっしゃるかと思いますが、僕の代わりにというか、衆議院選挙というのは個人の選挙ではないんですよ。これ本当に分かるんです。皆さんご存知ない方あまりにも多いと思うんですが、参議院選挙はあくまでも個人の選挙であって、衆議院選挙はこれはもう政党の選挙であって、例えば比例名簿でも基本的には政党が一番か2番決め出るんですよね。拘束式名簿で参議院の方は非拘束式になります。ただ、まあ、今年からというか去年の参議院からは一応1番とか2番とか入れていいように法が変わった状態で、それをお使いになったのが令和新選組さんと自民党さんだったかな。ということで、参議院はあくまでも個人を選ぶっていうのが、であって、衆議院というのは党を選ぶということが主であるために、立花が立候補する候補者であったとしても堀江さんが喋ることができるというようなことで、まあ、こういったこともね、ぜひ堀江さん自身も当然ご存じなかったことなので、そういう枠を使ってですね、なんとか出てもらえないかということで、今日再度秘書の斉藤君の方には、もうこうしますと、堀江さんが出ないんだったら斉藤君出てくれということで、HIU のメンバーとにかく公序良俗に反しないことと、営業目的にならないようにということで、まあ、NHK のスタジオでやるのか、ビデオを持ち込むのか、対談方式にするのかも含めて、もう全部堀江さんの事務所、ある意味事務所の方に丸投げしました。したがって次の静岡4区の政権放送、今のところは僕は出ないかな。出るとしたら堀江さんとの対談とか、斉藤記者との対談みたいになるのかな。あとは、まあ、ビデオの持ち込む場合は当然も出るとは思います。ビデオをね、いわゆるそのちなみに参議院であったりとか、政権放送があるのは参議院議員選挙と衆議院選挙と知事選挙、この3つなんですよ。補欠選挙も含まれます。で、それぞれ、それぞれというか参議院と都知事は供託300万円で、これは5分30秒の政見放送が誰でもできます。すべての人に与えられています。で、一方で衆議院というのは、これは、政党要求を満たした政党しかできません。で、5人でようが1人でようが同一県内では1本しか作れない。ただし、5分30秒じゃなくて9分ということです。で、持ち込みができます。持ち込みというのは、別のプロダクションで作って、ものをね、外で作ったものを NHK にテープを持っていって放送してもらう。例えば堀江さんが例えばゴーンさんとね、レバノンで2人でちょっと日本の刑事訴訟法おかしいよねみたいなのをインタビューしてるのをそのまま政権放送に載せることも可能だっていうことですよね。もちろんだからいろんな人が大吾さんに出ていただくことも可能だし、ユダボに出てもらうことも可能であって、まあ18歳未満の人がその選挙運動に入ることがまずいっていうのがちょっと引っかかるんで、ちょっとその18歳未満のユダボン君なんかが出るかどうかについては若干のあれがありますけど、まあ、いずれにしても9分間でいろんな人が
登場してもいいというものになる可能性も十分あるので、それでも NHK と民放それぞれ別のものを作れるので、その辺のちょっと可能性で、さらにそれを作ったものを YouTube でも配信もできるということで、堀江さんには今そういう、堀江さんというか堀江事務所というかな、の方にはそういうオファーをかけている、こんな感じですか、ね、はい、いいですか、はい、どうぞ、はい、今の質問に付け加えて、はい、考えておられたいんですけども、順番というのは決めてですね、その衆議院の中で、獲得した人に対して、その、議員になっていただく人 の順番というのは、順番というのはもうね、ごめんなさい、順番というのはね、もう決めるも何も、うちは1しか無理なんですよね。だから、1位と2位と3位とかって名簿でつけていくんでしょうけど、もう1番にならないとまず当選しないです。だから2位になって当選する可能性があるのは近畿ですけど、あ、ほぼきつい。近畿で2議席行こうと思っても、ほぼ 7% 近い、6.5% ぐらいいるんで、なかなか厳しいから。だから、実質上はうちはもうその順位を1、2とかつけるよりも、もう全員1番かなと。というのは、ちなみに参議院ってのは全国なんで、1番って1等に1人しかいないんですよ。衆議院は全国を11のブロックに分けるんで、それぞれの11のブロックに1番がいるっていう。あとはまあ党が順番をつけたくなければ、小選挙区重複制にして全員1位とかっていうこともできるんですよ。ちなみに、ちょっと説明しますよ。でも複雑になると思うんで。いわゆる小選挙区比例代表重複制っていうのを取ってるんで、党の方で番号をつけるのが嫌な場合は、その東京だったら東京の中で立候補する人を全員1枚にしておけば、その小選挙区での席配率の高い人から順番に順位がついていくっていう方式も取れます。ただ党としてはそんなもううちはもう2番が通るとは絶対思っていないので、基本的には1番の人1人だけ各ブロックで立候補させる予定ですけどね、はい、じゃあその回答に付け加えてるんですけども、はい、そのブロックはその何ブロックぐらいを目安でその獲得できるんじゃないかなという感じですか。ああ、今のところで言うと南関東ブロック、北関東ブロック、東海ブロック、近畿ブロックの4つが、まあ、取れるんではないか、取りたいなという4ブロックですね。で、その4ブロックにさらに期待をしているのが九州ブロックと東京ブロックぐらいです。だから九州ブロックはもっと俗人名を言えば沖縄の下地先生に今維新除名になって、無所属になってますけども、下地先生にはなんとか九州ブロックで出ていただけないかなっていう宗派はもう僕らは隠さないんで、まだ下地先生無所属になったところで、まあ、うちの丸山穂高も同じような状態で維新の著名になった2人が衆議院で一人一人で今やってるわけで、これが2人になると会派になりますから、会派にならないと質問ができないんですよ。まあ、先週うちの浜田が質問をしましたけどもね、財政金融委員会でですね、ちょっともう本当にね、涙が、あれも渡辺芳美先生と会派を、政党は違うんだけど会派を組ませていただいているから2人ということで質問の時間が与えられるっていうことなんですね。だから国会というのはもう特に1人では何もできませんので、今下地衆議院議員とうちの丸山穂高衆議院議員は国会内で衆議院会館の中での衆議院の中での扱いというのは2人とも無所属になっちゃうんですね。1人しかいない。これが2人になると会派が出来上がるので、まあ、しかるべき時に2人、まあ、仲もいいようなので、会派を組んで、やってもらいたいし、私の方としたら、志村先生の方には、九州ブロックも定数、確か20かな、ちょっとブロック多いんですよ、22やったかな、ちょっとごめんなさい、九州ブロックは、ね、十分可能性があるところなので、まあ、志村先生出ていただければ、沖縄でのある程度の基礎票3万票とかぐらいで十分見込めるので、27万票ぐらいで小さいなんで、我々にとっては非常にありがたいと思っているので、結構そういう意味では、
あの各ブロックで1位になってほしいっていうかね、あのっていうこっちの一部の人間はおります。っていうのはそれが有名な方じゃないとね、票が取れないので、で当然その例えばあのお礼も万博に来てた三崎優太君とかね、あの元青白内君なんかも、彼が出ることによって彼のブロック出るブロックだけじゃなくて全部に波及するわけですよ。彼が例えば近畿ブロックで出ました、じゃあ近畿の人だけ投票してくださいってわけに当然ならないわけですよね。だからそうすると、まあ、キャバ嬢で言ったら演劇さん、ね、日本一のキャバ嬢だったら演劇さんが出ると、じゃあ東海地区とか東京だけの人ってならないわけです。これがインターネットの、まあ、すごさっていうところなんで、我々はその全国的に知名度が、まあ、新庄さんもそうですけども、いう方にできるだけ一人も多くの方に出ていただいて、その人が名簿1位というところで、なんとかうまくいけば6議席、最低でも4議席取りたいということを今念頭においてやっているということなんですけど、ね、いいですか、はい、あとまだ大丈夫ですか、あのさらに加えてなんですけど、その多分あの、まあ、新庄さんとかが仮に当選した場合、あの他の方があの、まあ、議員としてはご活躍されると思うんですけども、あのその中でその、まあ、そのどういった方をその、まあ、立花党首はあのお選びになるのかなというところで、ああ、はい、ごめんなさい、あの新庄さんは当選したら多分議員されると思いますよ。ね、堀江さんに関しては、堀江さんが出る場合は必ず2位には秘書の方をつけるつもりですし、青白石君も2位にはつけておくかなと。まあ、新庄さんももしあの打ち合わせ、今4月ぐらいにあの日本にあの戻られるということなので、まあ、当てることもないので、4月ぐらいにあのこっち来られた打ち合わせしましょうと言ってるんですけど、まあ、新庄さんももしあのセカンドをつけておきたいというか、自分が辞めた後っていうことであれば、新庄さんのを指名する方を2につけようかなっていう感じですね。まあ、新庄さんの場合はもちろんそうなってくると自動的に北海道ブロックになるんですけど、そんな感じです。他ありますか？普段あの立花さんが5月ぐらいだったと思ったのじゃないですか。あ、立花さんが5月ぐらいだったと思うんですけども、あの川並みの裁判をなんか逆手に取って、なんか各自治体になんか公用車とか、ちょっと川並み契約してるのかやっていこうぜっていう謎を挙げられてたと思うんですけど、ちょっとそれ僕やってみたんですよ。で、はい、船橋市はちゃんと前代契約してたんですけども、はい、あの松井市長 の大阪市はどうかなと思って大阪市に確認したら、はい、大阪市は公用車の川並み受信料契約してなかったんですね。多分ね、いや全部調べてるんですよ。委託先がやってるんだよ。なんかあの大阪 市役所の言い分はなんかリース者だから契約しなくていいって言ってたんですね。確かそういう話は聞いたりもするから、はい、でもそれをちょっと NHK にあの、まあ、チクリチクリと電話ですが、まあ、電話しまして、ドラッコンで電話しまして、で、まあ、そしたらなんかあの今 NHK と大阪市役所で契約の交渉が始まったみたいなんですよ。で、まあ、あのちょっとそれで、まあ、さらに NHK に、まあ、ちゃんとあの設置図にまで遡って契約するんでしょうねってことを書面で、まあ、質問してて、でちょっと、うん、あの答えるの時間かかりますよとか言われてるんですけども、それなんか N 国の方からちょっとなんかそういうなんかこうカーナビに関して圧力をかけていただけないでしょうか。っていうか、まあそのカーナビだからとかっていうことよりも、やっぱり設置図に遡って契約しなければならないっていう規約があるわけで、ただこれ、まあ、規約なんですよね。法律ではないんですよ。で、その規約であるがゆえにその法律違反にならないんじゃないかと。その放送64条の2項に免除の禁止、64条の3項にその契約の条項の設定というのがあるんですけど、でその条項の条項がまさにその設置日ってなってるんですけどね、その設置日を守らないことに対して、何らかのペナルティとか、その投資者、契約の投資者じゃない我が党であったりとか、一般の国民の人がその契約に介入できるかっていうと、過去の裁判上はちょっとまだ、いわゆるあのこれね、本当に法律上はね、
明らかに民法の94条、94条の民法で、共謀、あれなんですか、通報虚偽表示といって、NHK と今の場合、大阪市が、共謀して、その嘘の契約をした場合には、これを無効とするっていう民法の規定があるんですよね。っていうのは、NHK と大阪市が安い支払いをすることによって、損害が発生するのはすでに契約している人たちっていうことになるために、これを無効にするってちゃんと法律上の規定はあるんですけども、もう裁判所がもうそれを採用しないんですよ。もうこれはもう本当むちゃくちゃです。なんかそういうお互いにそれ意思がなかったとか、もう言ってしまえば終わりなんですよ。で、ね、この僕は相当裁判の数当然もこなしているので、そういう意味ではこの国は法治国家ではないのかなという疑問すら持っています。これは分かりやすく言えば、だって陸海空軍、その他の戦力はこれを保持しない、構成、国の構成権はこれを認めないという憲法がありながら自衛隊があるわけでしょ。自衛隊がダメって言ってるわけないですよ。例えばお隣の韓国で言えば、その政府が、外交上その賠償でこれ以上言わないと言ってても、韓国の最高裁は徴用工で賠償金払えとか言うわけですよね。そうすると日本の司法がいいのか韓国の司法がいいのかってなった時には、まあ程度日本の司法はそれはそれでその法律上矛盾があったとしてもですよ、確かに立花さんの言う通りだな。でも国会の全てが NHK でもさ賛成していると、そうすると裁判所がそれを変えるっていうのはやっぱりやっちゃいかんっていうのが、それね、裁判官はそういう考えなんですよ。どうもどの裁判官にやってもそうなるんですよ。だから判決ありきでおかしな判決文書くから、裁判官の弁護士が見てもちょっとおかしいよねってなるんですけど、もうただ一方で僕はそれをぼやいてても仕方がないので選挙っていう道を選んで今ここに来てるわけで、そういうことをね、なんだろう、一回で終わらせようっていうか、一撃で突破しようということじゃなくて、こういうおかしな契約を大阪市と NHK がやってますよ、そうすると大阪市の今主体は松井さんですかね、維新の会の。そうすると選挙の時に、まあ、維新の会さんっていうのは、こういうふうに嘘の申告をする技術会社と契約してますよみたいなことを選挙で言ってやっていくぐらいしか、まあ、ないのかな。いわゆる直接的に我々が何かその第三者になるので、もちろんね、国会の場では追及できると思います。ただ我々まだその参議院で会派2つ、衆議院で1つで、残念ながら予算総務委員会のポスト取れてないんですよ。要は総務委員になれれば NHK の会長さんとかに聞けるんですけど、結局は我々がまだ2つの議席しか持ってないというか、開発して、それが原因になっている。で、だから僕これだけ統制拡大、統制拡大って言ってるんですよ。議席を取らないと、来月行われる NHK のその予算を審議する総務委員会に、我々 NHK から国民を守るとは国会議員を出席させることができないんですよ。で、相当ね、これ圧力があったのかもしれません。通常は予算、財政金融委員会なんて、うちに2つポストが回ってくるっていうのもちょっと不思議で、総務委員会をとにかく自民党と維新が抑えに行った、これはもう何の根拠もないんですけどね。どうして我々が順番にちなみに決めていくんですよ、委員会って。一番会派数の多いところが、この委員会って全部押さえていくんですよ。そうすると、我々2人だからまだ選べたんだけど、それでももうそこに、2人会派が選ぶところに総務委員会はなかったんです。本来一番人気と言われているその財政金融委員会ですよね、お金のことですけど、これが空いてたことも逆にちょっとやっぱりちょっと嫌がらせされてるのかなと。とか、まあ、NHK が N 国には絶対に総務委員会のポストを与えないでくれっていうようなことをお願いしたんじゃないのかなと疑いたくなるような状態で、まあ、こういう嫌がらせを実は受けてます。嫌がらせなのか、それは上からしたら、よしらい、俺、総務員になりたかったんだもんとかって言われたら終わりなんですけどね。ただ、それができないようにするには、あと、もう1議席増やせば多分いけると思っている。
だからそれゆえに統制拡大を狙ってるんですよ。その一人で僕が国会でそういう問題をできない、追及できない、自分の全然専門外の委員会で何か浜田がこの間で質問をするよりも、僕は選挙法に集中した方がいいということに今この形をしているので、その今のご質問とか僕もずっとやってきたんですよ。この選挙に出る前からもう裁判を使ってね、その各自治体に対して、それこそ船橋市なんかがいたところですから、だから僕辞めた後におそらく契約しとかないとまずいだろう、じゃあ遡るのかって言ったら、おそらくね、遡ってないでしょ。遡らないということをして、どうせ立花がいないから多分そこは追及されないだろうみたいなことで契約しましたっていうお茶を濁してるんじゃないかなって推測されますね。ちなみにこれ例えばこう全国的にこう自治体に突き止めてって、 NHK に自治体って契約させてみたいなことをやってったら、次第になんかこう、まあ、例えばの話なんですけど、まあ、カーナビ時代時代取るのってなんかでしょうね。その弁護士の周りの、僕ね、7つの事務所と今契約っていうか仕事してるんで、7つ中4つが受けれない。それに NHK からその委託を受けた弁護士さんと、まあ、仕事上の付き合いがあるから無理です。こういうことが起こるんですよ。何が言いたいかって言ったら、 NHK を敵に回すと、自分は NHK と直接仕事をしてないけども、自分の、まあ仲良くしている弁護士とか仲良くしている企業が NHK と契約しているから、なかなかその NHK と戦うことはできない、まあ、こういうことがもう日常感じ起こっているので、なかなか他の政党が NHK を批判するっていうことはまだできない、まあ、ただ批判した方がね、票が取れるんだとなれば、それはこう批判するっていう方向に敵が動くんじゃないですか。ありがとうございます。それちょっと最後一つだけ僕から、ちなみに財務省と NHK って仲はどうでしょう。財務省と総務省だったら財務省の方がこう力が強いと思うんですね。で、なんか財務省に、なんか財務省が NHK を嫌うように仕向けられたら、なんかそこから財務省から総務省に圧力いったりとかいう期待もできるのかなってちょっと妄想もしてみたんですけども、総務省が NHK 嫌いなんです。これは間違いないです。これは間違いないです、うん、もう NHK は総務省なのでは受けてない、多分平成の5年ぐらいから受けてないんですよ。総務省は NHK 大嫌いです。ただ NHK の方が強いです、当たり前ですよね、うん、だって NHK の放送電話ってるから。財務省放送なんだって官僚に対して NHK は怖いと思ってないですよ、うん、それはそうですよ。だって NHK が放送したらね、ね、反社会勢力とつながってますって NHK テレビで言ったら、その人たちは葬り去られるわけでしょ。でも NHK は反社会勢力とつながってるでしょ。 NHK が報道しないから誰も NHK 批判しないんですよ。報道というのは、テレビというのは、だから核兵器に勝る武器なんですよ。だから官僚が強いなんて思うのは全然ダメです、まあ、マスコミがあって、初めてその官僚がいて、政治家がいて、裁判所ぐらいの順番でね。だって裁判所だってその気にするでしょ、世論で。すごい気にするでしょ、裁判官の世論から叩かれないように。だからその一番強いのはある意味テレビなんですよ。でもそのテレビの後ろ側に、まあ、マスコミはテレビなんですけど、裏側にはやっぱり国民の皆さんであってね、やっぱりテレビを見て選挙に行くっていうのが今のやっぱり主義な、特に小泉政権ぐらいからそれが顕著なので、テレビの力が大きいので、それは官僚なんかも絶対 NHK に逆らえないと思ってると思うんですよ。はい、ありがとうございます。わかりますか。エンタメチャンネル、エンタメチャンネルが発表されまして、はいはいで、まあ、それにちょっと絡んでくるお話なんですけど、堀江門さんと鴨志田さんがやってることで、サロンというものがあるじゃないですか、はい、なんで立花さんがそういったのを今までやってないのかなですとか、もしあったら、例えば僕なんかぜひ入りたいというような感じなんですけど、今後そういう作る予定とかございますでしょうか。逆にちょっと詳細聞きたい。サロンってどんなものなんですかね。どういうお金の流れとか、どういうものか、ちょっとサロンっていうのはよく聞くんですけど、はい、どんなものなんですかね。もう有料会員、例えば Facebook とか、うん、はい、そうですね、
こういった会員サイトですよね。月々1000円からとか。あ、いや、有料のなんかサイト、はい、そうですね、を立ち上げないのかということですか、そうすると。そうですね、ああ、いわゆるその会員制のバーみたいなもんで、はい、あのお金を払った人しかここ見れないとか、はい、お金を、まあ、そういうことですかね。今お話があった桜を見る会に来れるのはそのサロンのメンバーのみというふうにすれば、あの先週のなんかすごい見てて腹立たしかった変なワーカーとか、今日朝なんですけど、あのそこから来た人たちは立ち入ることができないというのが、なるほどね、不安しか来ないのでというのがあって、もうぜひ作っていただけたらです。そこはね、ありがとうございます。あのね、僕はもう全くもってそのお金を皆さんからもらおうという発想がゼロなんですよね。やっぱりお金を払って来てもらうっていうことは、お金がない人が来れないっていうことになっちゃうのはすごく心苦しいですね。だからここコロナとオープンしてるし、今日だって別にゆっくりお話しようと思ってたのに、まあ、うちの田中に原因があったのかわからないんですけど、そのいろんな人とお話をしたくて、垣根を高くしたくないわけなんですよ。で、税金からとにかく他お金を引っ張ってくるんだと。税金を引っ張ってきて、その税金を市中にまくるっていうことしか考えていないから、まあ、そこは維新の会員さんと全然違うんですよ。税金を節約したって、いわゆる税額を抑えないと、税率を下げるなり、集める税金を下げない限り、逆に困るわけでしょ。でも税金からお金を引っ張ってきて、それを社員や業者に投げれば、その業者がまたとか使って市中が回るわけでしょ。だからそういう考え方で、僕は税金を使ってこれを催しているし、税金を使って皆さんと会話をしていきたいっていうのが考え方としてあるので、その有料のサイトっていうか有料のサロンみたいなことはあんまり思ったこともないし、やろうとも思わないんですよ。だから、それゆえに無料無責任相談会でしょ。あ、昔からさ、多分高額のお金をもらってやってらっしゃるわけでしょ。で、もちろんなんか積み上げをしなきゃいけないわけですよ。で、そのお金をもらった方がみんな真剣に聞くからいいのは、僕もそれはものすごい賛成なんです。僕の本だって今1650円とか取られてますけど、本当は 1万円とか10万円でもいいと思ってるんですよ。その10万円とかの方がみんな何度も読むから、それ1回読んだだけ絶対無理なんですよ、ね、だからそれはそういう方法なんですけど、ただやっぱりそうは言っても、そのお金がないからっていうことを理由にね、その僕とのこう触れ合いっていうか、そのつながりが取れないっていうのは全くもって違うかなということで、やっぱり堀江さんにしても鴨頭さんにしても政治家の世界を今選んでるわけではないので、彼らはそういうお金ある程度持ってる方と楽しくやればいいでしょうし、僕は今日別に塚君と揉める気全くなかったんですけどね、彼の話をちょっと聞こうと思ってそのやろうと思ったんですけど、いきなりまた揉めてるから、あのなんだろうな、とにかく僕は反対する人もそうだし、その悩んでる方いっぱいいらっしゃるわけですよね。僕からしたら本当に些細なことがあるんで、そういう人がこうできるだけ気軽にできる話しかけてもらえるということでサロンを形式してない。ただまあそれのおかげでちょっと若干ね、今日のことみたいなことになることはご容赦いただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では平塚さん、まあ、見てることとしてはとっても正直なんか気分が悪いんですけども、ああいった方が来るのももちろん十分想定内でやられている。やっぱり本人がその自覚をしていただかないと、その、まあ、僕ははっきり言ってこれは彼は一種の病気だと思います。生まれつきのね、その先天性的なちょっとその人の感情があまりよく分からない部分があるんだ、別に悪気なんか悪口じゃなくてね。でもあの少なくとも彼自身が理解できなかったとしても、彼の行動を見てる人たちがやっぱりなるほどな、そういうことだったんだっていうようなことについては、あのちゃんと説明を したいなとは思っています。ただ あんまり彼に時間を割くと、それはそれでずっと来るから、多分ずっと来るだろうから、まあ、1日1問か2問ぐらい毎日言うことだったらいいかなぐらいの感じでなんですけど、どうもあのうちの田中の方がやっぱり、まあ、田
中もちょっと同類みたいな感じですぐ怪我になっちゃうみたいでね、ちょっと残念な、はい、まあ、続けてちょっとお金の話なんですけれども、この間のホリエモン万博で、まあ、ホリエモンさんとまたカンボジアさんの話の中でボランティアで選挙を手伝ってくれてる方いらっしゃる、まあ、八幡さんのお話を聞くと、まあ、これはまあないお話なんですけども、ボランティアスタッフ、カンボジアさんがやっているやつはお金を払ってもらってやってるっていう方はものすごい熱量で、まあ、立花さんもそれを応援したいっていう方は何人かはいらっしゃるとは思うんですけど、まずそれ法律的にそういったのは、なんか、ウグイス嬢に何万円以上払っちゃダメっていうのはあるけども、ボランティアはそのお金をやるっていうのは、我々がお金をもらってボランティアしたことは可能です。はい、それは可能です。いわゆる政治というのは基本的にお金がかかるものですので、その例えば政治団体であれば1人150万円年間上限、我々政党であれば2000万円という上限が決められていて、一般の国民の方が我々に対して支援のお金を出すことが可能になっていて、もちろんお金を出した上で、体も出す、いわゆるそのポスターを貼ったり、電話を貼ったりということができるということになっていますね。逆にこちら側がお金を払うということは一切基本的には認められたその であるとか、自分運転手以外は禁止ということで、もらう方は基本大丈夫です。でも立花さんはそれは受け取らない、あ、これは、ね、受け取ってないのはもう明確な理由があって、先ほども統一してるでしょ、皆さんからお金もらわないんですよ。だって票さえくれればいいんです。1票80円って言ってやったじゃないでしょ1人1票40円です。2枚かける8円です。かける6年間で480円ですと。だから皆さんは我々に票をくださいと。僕たちは皆さんからいただいた票がお金に変わってきたものを皆さんにお配りします。それはコールセンターの無料の使用料であったり、訴えられた時の弁護士のものであったりとか、 NHK 行きたいしとか、そういうもので、またそれをお金物に変えてお返ししていくと。で、ボランティアでやっていただいた方や落選した人についてはちゃんと仕事をね、回していって、やっぱり労働する義務があるわけだから、その能力が乏しいからといってね、首を切るっていうのはやっぱりちょっと違うと思いますから、その人の適材に合わせた、能力に合わせた職場をと、まあ、ギャラリーからさらにですよね、給料をやっぱり常にそこは見ながらやってるつもりなんですけどね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありますか。もう打ち合わせ会計もいいですか、質問いいですか。はい、じゃああとは、あ、いいですよ、全然いいですよ、はい、どうぞ、はい。おりません。はい。以前、選挙の立候補者を募集されたときに、はい、まあ、条件で、はい、若い女性が、はい、まあ、一番っていうことを言いまして、はい、まあ、そのときに、まあ、25歳以上で、はい、まあ、30歳未満、前後くらいで、結構いい若い女性がいらっしゃって、こんないい話があるよと、月収1000万とか700万で月、はい、月4回か5回ぐらいの出勤で1回2時間ぐらいで、え、何その仕事教えて、市議会議員だよっていうふうに言ったら、え、私には無理、でもそんな条件だったら副業でもできるでしょうみたいな、まあ、この方たちは大体個人で仕事をやられている、時間の融通は来てるんですけども、そこでですね、二言目にNHK から国民を守る党っていうと、一旦ちょっと引かれた空気を感じてしまうんですね、はい。でまあ、話は聞いてくれるんですけども、立花さんご自身でスカウトを分かれたんじゃないですか、はい、その時の口説き文句とか殺し文句っていうのはどのようにされてるのかなというのをお聞きしたいです、はい。そもそもうちの党ができて最初に、まあ、僕と25歳の女の子2人で立候補したっていうのが歴史のスタートですね。この女の子に対しても相当、まあ、家族からのあれもあったり、まあ、実際僕のところで働いてた女の子だったので、ほぼ業務命令により立候補したっていうのが最初でした。でその次に女性が立候補したのはおそらく僕の彼女だったんじゃないかな、中川まどり子じゃなかったかなっていうぐらいですね。で、中村のり子に出たのと、あとはだからそれこそ僕の前の前の彼女が出たりとか、僕の彼女が出たり、いわゆる、ね、出てくれないんですよ、誰も。
で、それをね、立花は自分の女ばっかり尾行させてると、こういう、こうだったんですよね。で、それは、統一、去年の統一地方選挙の前も、例えば25歳の早稲田の大学院出た女の子が出たいということで、じゃあもうあなたはもう今決まってる、世田谷の尾行電車をどっか外に追いやるから、ちょっと世田谷から出てくれって言って、OK って出したら、もう次の日、やっぱり親御さんの家族の反対が、みたいな。できた時はもう全く走りの方にもかかりませんでしたね。で、その統一地方選挙前ぐらいにやっと当選するから、そういう親の反対のないような人、まあ、これ、まあ、差別的になるかもわからないですけど、やっぱりちょっと家庭環境が悪いような人はやってくれますよ。ちゃんとしたやっぱりお家でその大学とかいいところに就職している方はやっぱり NHK から国民を守る党からっていうのはまだ無所属だったらまだしもみたいな形で、本人は OK でもやっぱり家族が反対、もう本当にこの間の今やってるのかな、御殿場なんかもちょっとそれに近いですよね。御殿場で女の子出る予定だったんですけど、だから相当今はこちらが届かなくても来てくれるので楽な状態ですし、あえてこう口説いてないんです。もう全然出た子がいるので、来た人がどうぞぐらいの感じで、お金が儲かるからとかそういうことをいちいちこちらが言ってっていうことは今はしてないですね。だからそれはもう本当にコートにやったことによるプラスでしょうね。だから無理に口説かん方がいいですよ。やりたい人はやっぱり YouTube をある程度見てうちの党のことを理解してない人だとやっぱすぐに気持ちが変わるんで、僕お金のことをすごく言います。その労働条件とかそれは最初にそう言っておいた方が人が注目するわけであって、まず最初にそんな仕事あるので中身見てやるかどうか決めてもらえるわけで、最初から選挙というのは誰見てもないからいい条件だけ言ってるわけで、その目立って、ね、家に嫌がらせの電話とか結構来てる人もいるそうです。やっぱりね、4人ぐらい女の子辞めてきましたけども、まあ、それによって家族に対する嫌がらせがあったりとかっていうようなことを、まあ、いろんな理由で辞退されている方がいらっしゃることからしても、なかなか、まあ、内の党だけじゃないのかもしれないですけどね、まあ、選挙に出るっていうのはいろんな意味でちょっと離れていくと誰かが反対していくんですよ。だからそれは本人が思ってる以上になんか広まっていくとやめろ圧力がかかるみたいですよ。ありがとうございます。はい、ありますか、もういいですか。この辺でじゃあ会見の方は終わって、あとはじゃあ電話も鳴ってるか早速出ようか。これ電話の方はもうあれ会見を一切ないので、これをご席に。あ、もうこちらで出しますか。違う、これ出ても大丈夫なこと、はい、音開いそうというか、さっき会場の方がいいですよ。何か相談したい方、そっちなし。あ、そうですよろしいですか。あ、もう出ちゃった。はいはい、お待たせしました。どうぞ。はい、もしもし。はいはい。一問一答でいいですか。ちょっと回答忘れちゃうので、ちょっと回答しますね。まずその週刊新潮によるまあ高橋議員や橋本聖子の議員のまあ車上運動員に対するその1万8000円と言われているのかな、支払いに関しては野党が追及しない理由っていうのはおそらく野党にやってるからでしょう。おそらく論ですよ。
あのいわゆるまさにブーメランで帰ってくるので、そのどの議員も多分お前が言うなよってなると思われるのかなと、うん、ちょっとそこはあの、うん、だからそこに関しては、まあ、あとは、まあ、それぞれが今特段その官僚にはないとないですよね、橋本さん。だからその質問するのがちょっとやりづらいのかもしれないですけど、まあ、いずれにしてもね、あのなんだろうな、そういうことを野党側が聞かないのは自分たちに跳ね返ってくるのかな。でもあるのと、あとその多分テレビとか取り上げてるんですかね、その橋本さんと高橋さんの違法な。だからね、あのテレビでやると反応するんですよ。だから政治家はテレビでやってることを追及したら、あの国会議員頑張ってるってなるから、まあ、それが言ってるように、さっきから言ってるようにテレビの王様なんです。だから今の野党議員というのはそういう考えで質問しているのではないかなというのは推察できますよね。桜の問題ばかりやり続けているわけだから。というか、これごめんなさい、 あくまでもちょっとその質問というか、まあ、無料無責任相談会なんで、相談ということでちょっと討論する場所じゃないので、あの次のご質問どうぞ。はい、次は何ですか。はい、もちろん出しますよ。これは 100% 出します。はい、もちろんそれは分かってますよ。公明さん、だからそれは分かってるので、だから何も言ってないんですよ。何も言ってないだけで、いやだって戦略っていうのがあるでしょ。ごめんなさい、戦略というのがあるので、我々は小選挙区にどこに出すっていうところは今32選挙区言ってますけども、やってないだけですよ。公表してないだけです。戦略ですから。いや、ごめんなさい、もうあのご指摘をいただくのはありがたいことなんですが、こっち選挙のプロなんで、うん、もうこれ以上のそれは大丈夫です。ちゃんと理解してますから。はい、いいですか。はいはい、ちょっとあの相談とか質問にしてほしいです。あなたのご意見を言う場じゃないので。はい、うん、だから別にあの意見をいただくのはありがたい部分もあるんですが、大変申し訳ないんですが、大体分かっているようなんですよ。だからあの申し訳ないけど、分かっていることを一生懸命言われても困るので、どうしたらいいのかなこういうのって。まあまあ正直こうやった時に分かってますって言うしかないでしょうね。あの簡単に言えば、あの何度も言うようにプロなんで、だからその辺の情報くらいは十分使ってますから。それは分かりませんけど、ちょっといいですか。もうあのちょっとあなただけで時間取るの、ね、ちょっとごめんなさい、もうさすがに長くなっているので、はい、すいません、ちょっと他の方が出れないので、他の方の相談に受けれないので、ちょっとあのいいですか。わかりました。はい、切りますね。はい、すみません、ごめんなさい。はい、はい、どうぞ。私とね、いや、死ぬまでずっと出番ってます。ちなみに。どうぞ、はい。いや、どうぞ、はい。アホリモン万博では、あの、お疲れ様でした。はい。ちょっと、ご質問なんですけども、どうぞ。今年に入って、立花さんは、道から政へと行
って、そのまあ、人の悪口を言わないとか、おとなしくするっていうのをおっしゃってましたが、それはなんか、心境の変化があったのかなと思ったんですけど、はい、まあ、僕が立花さんの動画を見て、感じたのが、割と誤解をそのされる発言があったんだなと思いまして、その例えば、ジェノサイド的な感じ の、はい、その発言に捉えられたり、その立花さんはそのメディアに捉えられる、取り上げられてもらうために、わざと過激な発言をしているのが、その有権者にもちょっと誤解を与えてしまったのかなというふうに思ったことがありまして、はい、例えば、去年の11月の桜井市長選挙の時に、はい、その、まあ、その選挙の仕組みをわからないということを、多分言いたかったと思うんですけど、この僕に、その立花さんに本気でその当選すると思って投票したやつはちょっと選挙知らないバカだみたいなこととかちょっと聞いたりしたんですけど、それは多分その本当に知識は知らないというだけで言いたかったんですけど、そこら辺とか誤解があって、そのごめんなさいね、ちょっと質問として、まあ、同じ動詞の他の例えをしてると思うんですけど、僕だから誤解はじゃなくてこれでいいと思ってるので、あの、なんていうのかな、そのステップなんですよ。今日も古い支援者の人がこうやって来てくれてますけど、確実に来てるでしょ。もう気持ちがいいぐらい戦略通り来てるでしょ。いわゆる最初の頃なんてもう普通に炎上させて、もう NHK に出て机をバーッ叩いて、もうその前だったらパチンコの金持っていた人をガチンコで追いかけてっていうのは、まず目立つっていうところからスタートですよね。で、その目立つっていうところからスタートして、次に納得、あ、なるほどっていうところが出てきて、で、その多くの人はたくさんの票が取れればいいとか、あ、っていうところに多分そのなんていうのかな、重きを置いてるのかなって気はするんですよね。で、僕はそうは全く思ってなくて、うちの党は 2% から 5% の支持があればいいと思っていて、これからそういうところがおそらく増えてくるんじゃないかっていうのは、嘘をつかない、嫌われてもいいから真実を発信するっていう考え方なので、そのやり方はそんなには広がらないですよ。だから言いたくない、もう例えば自民党の今杉田水脈さんなんかもずっと、まあ、個人的には何回かしゃべったこともあるんですけど、ずっと溜まってるでしょ、ストレス溜まるいますよね、多分有権者からすれば、言えないのに、私が言いましたとか、こういう考えではああいうこと言いました。でも、自民党の党本が止めてるようですよ、どう喋るなと。そうすると、まあ、炎上しませんね。仕方ないから、どんどんしようできませんね。回答すると、火がつくわけでしょ。言い訳すると、すぐ広がるんですよ。だから何も言わない。で、それによって、炎上させずに、こうやると、まあ、もう有権者忘れていくから、票が入るっていう順番をやってるわけですよね。で、僕はそういう、なんていうかな、ふわっとした票が欲しいとは一回も思ったことがないんですよね。強い票が欲しい。だから、そもそも民主主義自体が、さっきのジェノサイドの誤解もあるんだったって言われましたけど、その民主主義自体がやっぱり正しい一番のベストではないと思っているのでね。だから、その本当に人間が人間を殺す戦争をなくすにはどうするのかっていうことを真剣に考えていかなきゃいけなくて、それのその問題提起をしてるだけなんですけど、当然その問題提起をすることでうまく編集をしてね、立花がそのいわゆるジェノサイドをやる、集団殺戮をやるような人間だという印象をつけようとする人たちがいて、それがこれまでのテレビや新聞っていうのを分かっててやってるわけですよね。で、案の定向こうは引っかかってきたんですよ。立花がそういう思想だって出した。でもそれたち YouTube に回答してるでしょ。違うでしょって見たら分かるでしょ。だから見て分かる人の強い票って変わらないですよ。これは永遠にっていうかある程度変わらないです。今のまさにドナルド・トランプさんの支持率って 40% が落ちないんですよ。それはトランプさんが誤解をするのにちょっと激しいこと言ってるけど、もう強くトランプさんを支持している 40% の人は絶対トランプさんの支持変えないじゃない。だから僕はその強い支持を取りに行ってるわけであって、ふわっとしたその動くようなね、
今回は遠国に入れるけど次はどうするかわからないとか、その僕のその一つの発言とか言動に対して、遠国に入れてみるムーとかって言ってくれない隠しとについてはもう絶対にもう二度と書いてくるなと。あの政治家が偉いとか政党が偉いっていうか、あの有権者が偉いとかじゃないんですよ。我々はあなたたちの兄貴代理でやってるわけであって、どっちが偉いかっていうか一緒なんですよ。有権者がなんかもうすぐ自分たちの権利を主張して、俺たちがなんか票を入れる側でっていう、そういう発想の人たちの僕は迎合したくないんですよ。そうするとそんなことしてたら当然支持率伸びませんよね。でもそれは今だけの話で、長期的に見たら必ず上がってくると確信してるんです。だから誤解を与えてるように思われるかもしれないけども、別に誤解を与えてないです。僕の作戦通りです。でそれが去年までのやり方で、今年からはその党から政になって、でその政としてこれからさあどういう形でやっていこうかと。でそのだってもし去年だったらもっと平塚君と揉めてるでしょ。だってそこでこうやって討論して撮影してくれって言ったら、うわーって喧嘩になってるんで、警察で国会の中でやってるんだから再生回数がガーッと上がっていくんですよ。やらないでしょ。それはそういうことをする時期はもうすでに終わっているんです。もうこれだけの国民がいて、我々はここぐらいしか知れませんでした。でもう今これぐらいしか知ってくれてるんです。もうどうやってもアクセスできないです。無理だね。そうするとこれ以上我々の党の認知を広める必要性はない。そうすると、あとは信頼を勝ち取っていくステージに来てるんですね。だから、その、すでに、その、自分たちが、うちの党がどこにいるのかを客観的に分析して、やっていってるんですね。それが、あの、急に何か心境の変化みたいなことを、周りの人は見えるかもしれないですけど、これはもう、中長期計画の中の、もう計画通りのことで、これ以上我々が危険なことをすれば、あの、まさに堀江さんとかね、その堀江さんの周りのスポンサーとかがやっぱり怖いってなるわけでしょ。でもこの先そういう YouTube の炎上をやらないことや他人を批判しないことっていうことをやっていけば、そういうのって自然にあの収まっていくんですよ。2年も3年もすればね。だからその今 ある意味過渡期というか、そういう変身する時期に来ているっていうこと。次のステージに来るからもう炎上っていうのはもうあえて起こさない。そうです、そうです。もう簡単ですよ。お金が欲しかったんです。あのお金が欲しい理由は選挙に出たかったんです。衆議院、あの参議院選挙で、10人以上の候補者を立てるためにお金が必要だった。だから炎上させようが何であろうが、とにかくね、裁判になろうが何であろうが、YouTube で稼ぐこと、地方議員をある程度生み出すこと、これによって、公党になるっていう手段。そこのために公党というある意味目的であり手段でもあるんですけど、我々の目的は NHK との国民のトラブルがなくなるっていうことが最終目的なんですよね。 NHK の受信料に関して国民と NHK が裁判所で争ったり喧嘩前で争うことがなくなればいいっていうのが最終目標でやってる政党なんで、そのためには政治団体から政党に格上げするっていうことが手段、一種の目標であり手段でもあるわけです。ここでここから見たら、それをやるためには、それは多少のね、あの危険と思われることをしないとできないかったからやったわけで、まあ、中身を見ていただいたら分かる通りね、あの全然僕なんかもうそれこそ計画立てていろんなことをやっていくタイプなんで、その例えば5億円の借り入れだって借り返せないものを借りるつもりもないし、あの別に普通だったら借りたものは何かですぐ運用するでしょう。置いたままですもん。4億円は少なくともね、1億円以上今年中に使うことはないから、もし衆議院選挙があった時に使うっていうだけの話で、いつでも人と金があって解散ドンといけるようにしてただけで、準備をしっかりしてるだけの話です。で、ただたくさんお金を貸してくれるから、だったらお借りしておこうかと、合法的に利息という形で有権者の金も配れるわけですよね。これ前さっき言ったように有権者の金配っちゃいけないんだけども、借りたお金の利息についてはどうやってもできるわけですから、そういうその一般のビジネスとは我々ちょっと違うところなんですよ。お金を配って票をもらって絶対有利なんでね、そういうところも全部計算をしてやってるので、だからそのなんだろうな、そのむやみやたらに僕が炎上させて YouTube の広告収入を取るみたいなことを思ってる人は
全然レベルの違うことなんですよっていうこと。今のお話を聞いて、まあそのまあ、着実に階段は上ってるっていうふうに理解できたんですけど、やっぱりあの去年の方がそのなんですかね、既得権益を壊すみたいな、その、まあ、庶民が聞いて心地いいフレーズとか結構言ってくれてたんで、ちょっとペースダウンしちゃったのかなって誤解してたんですけども、その、まあ、まあやっぱりその立花さんもスクランブル構想が実現したら政治家辞めるっておっしゃったんですけど、そのもう去年の勢いが今年もあれば、もうその20年かかるかもしれないスクランブル構想の実現が、まあ、10年とか短縮されるのかなっていうふうにちょっと思ってしまったところが、まあ、なんか急がばあるでしょう、うん、そのまあ悪いですけどバカほど急がばってるんですよね。だから本当に国民の多くが NHK のスクランブル放送とか既得権益をってなればね、それを流してほしいと思うんであれば埼玉の補欠選挙でもう少し票が入ってたでしょうし、他の政党もってなるわけですよ。でも僕が決めてるとか僕のやり方がどうとかっていうのはあんまり関係なくて、やっぱり世論がまだその程度なんですよ。そこはね、あの冷静に分析しないと、その埼玉の補選の時に僕はやっぱ 12% ぐらいの得票率一騎打ちでですよ、そう考えた時にやっぱり急いじゃいけないな。それはあのこのインターネットを見てない方がやっぱ大勢また高齢者でいらっしゃるわけですよ。そうするとその方たちのいわゆるサイレントマジョリティですよね、物言わぬ多数派がやっぱ大勢いらっしゃるっていうことを考えた時に、じゃあ今何をするのかって言ったら、派手なパフォーマンスよりもしっかりとした人材を集めること、財政的基盤を安定させること、不正とかね、一番怖いのはやっぱりうちのお金を持ち出したりとかする犯罪とかがやっぱ怖いわけですよね。そうするとしっかりとした経営システムやその財政基盤を固めて、人事もこれからうちの党から出たい人が増えてきてるわけだから、しっかりとしたその人を選ぶこと、これまで協力していただいた方に対しての感謝も忘れないように、そういう判断が起こらないようにしていくっていう、あのそういうことをやっぱりしっかりとしてグッとバネを加えてドンと行かなきゃいけないんで、何でもかんでもこうエネルギーを放出して常に目立ってよっていう考えだと多分うまくいかないと思いますね。だからこそ今は確かにその物足りないという方大勢いらっしゃるのは承知もしていますし、あえてでその僕が YouTube で何か目立ったことをすると、それに対していろんな人がお金が儲かるからやってくるわけですよ。特に我々の場合、僕とかうちの党は公人なので叩けるんですよね。もう今詩人を叩くと YouTube のチャンネル収益取らなくなるので余計にこっちに集中してきてるから、まずその人たちの批判を止めるにはこっち側が黙る、さっきの杉田さんと同じなんですよ。ある意味無駄な争いっていうか、そういう批判する YouTuber を抑えるにはこっち側が一旦止めないといけないっていう判断をしたということです。だからちょっと時間がかかるのはこれは僕のせいというよりも、この国の国民がまだそんなに大きな変化を求めてない。あの京都市長選なんか見てたもそうでしょ。やっぱりね、平和なんですよ、この国は。だから大きな変化を求めてなくて、70数年前までは人が戦争で死んでた。その後も、ね、餓死、飢餓で亡くなっていた方もいらっしゃるということを考えたときには、やっぱり大きな改革を求めてる人はそこまでいないから、今は慌てる時期ではない。いう判断をしています。ありがとうございました。はい、してます。はい、ありがとうございます。テーマでもどうぞ。はい、排除というか自分が出ていくようにしたんじゃないですか。ちょっと僕分からないんですよ、そのどこからスタートしたか。要は暴力を振るわれたから警察にっていうことを、その田中という人間が排除したんですかね。そうだったらもうそれはもう、ごめんなさい、それはもう田中が本当にそんなことしたんだったら刑事罰受けてもらうしかないですよね。だからそれはもうそれとして平塚さんが
もう警察に言ってもらうしかないんで、はい、いいですか、もうそれはもう仕方ないと思います。それはもう、ね、いくらなんでも僕も田中じゃないので、彼がどういう行動を取るのかについて、どういう形で平塚さんとね、揉めてるのかわからないですけども、その相当僕も田中君には言ったんですけどね、今日。いや、だって、立花主催のものなんだから、田中が何かするなとは言ってたんですけど、でもそれで暴力を振るったっていう主張をしてるわけですからね、平塚さんは。あ、それはもう警察でちゃんと処分してもらえばいいんじゃないですか。うん、それは平塚さんもそれで警察を何か支持者の方と呼ばれて、その臨場を要請されたわけでしょうから、うん、別にその問題はまず解決されること、別に平塚さんが来週来たければまた来週来たらいいと思いますよ。はい。はい、はい、失礼します。はい、ありがとうございます。俺、全然見てなかったけど、そんなにひどかった、馬乗りとかしてたの。あ、そんな状態になってたの。なんかツイッターで映像が流れてますね。ということはもう、あれよね、もう暴行で田中持っていくしかないよ。それはあかんやん。いや、それ皆さんにちょっと逆に俺、平塚君が言ってたことで、俺の監督責任ってそんなにあるの、そこは。どうなんですかね。なんだろうな、その、業務上のミスっていうかね、例えば俺が、まあ、僕が田中にこういう電話対応しなさいと言って、まあ、まあ変な電話対応してたりとかね、まあ、党の中で彼がその党の金を持っていったりとかっていうのは個人管理責任があると思うんですけど、その暴力に関しては女の子は子供じゃないから暴力を売っちゃいけませんよっていうことについてね、その任命責任とかって言ってましたけども、それはさすがに責任ゼロとまでは言わないですけど、まあ、少なくともその民事上の監督責任とか犯罪上の共犯とかには当たらないと思いますね。もしそんな、もしっていうか、まあ、見てなかったんで、その田中が有形力の行使をして怪我をするなりということがあればね、それはしっかりと刑事的にも民事的にも平塚さんには田中を訴えてほしいと思いますし、まあ、それに対して出た罰っていうんですかね、それが犯罪ということで認定されるなりってなれば、当然それは党の代表としては、まあ、監督責任は一義的には多分公設秘書ですので浜田の方にあるとは思うんですけども、逃げるつもりは全くなくてですね、ちょっとその辺も含めて、彼の場合は公務員ですから、多分それは相当、もうそれこそ平塚さん、そういう状況だったら、直ちに警察に行った方がいいレベルだったっていうことですよね。なんか、だから彼はこっちにこうなんかしようとするのが、いや、ちょっと悪いけど、さすがに俺の部下の、そういう、なんていうのかな、党の関係の仕事とまだ言わないけど、その暴力に関してだけはさすがにもうちょっと本当ごめんなさいですね。その、監督ができないというか、その一方で、本当これぶっちゃけ言ったら、それはね、田中なんて首切りたいし、ぶっちゃけ首切りたいし、経営者としては当たり前に仕事しないから、それをね、その我々は税金も入っている行動ですから、だからそれで首を切るんだっていうことをすることは違うでしょっていうことを言ってるわけですよ。学校の先生だって勉強できないからって言ってもう退学ってしないわけでしょ。だからそこは適材適所で、冒頭に申し上げた通り、彼のその能力が発揮できることをなんとかしたいと思ってるし、その彼によって、まあ、平塚君もちゃんと辞めたくなったのかもしれないし、もうそれは分からないんだけども、僕としたら出て行きたい人は出て行ってくれたらいいわけだし、でもうちの党で残ってやりたいっていう人が、その人が能力がないからって切るなんていうことは、これは僕は経営者としてとしか上司として最悪だと思うんですよ。だからそこはずっと昨日からって
最近の一番の悩みでね、まあ、よくあの公設内秘書の吉田に関してもそうなんですけど、あのぶっちゃけそれは首切りたいです。簡単だから、簡単にそれができるんだよね。でも物じゃないでしょ、人でしょ。だからそこは一緒に苦しみながら、一緒に悩みながら、なんかいい方法がないのかなって探していくのが人と人とかそういう上に立つ者の役割なんじゃないかなと。もちろんその暴力を振るったっていうことであれば、とんでもないけしからんことであるので、そこについてはあの取れる責任は僕は取りたいと。すいません、そんな、まあまあ、そんなというかね、ちょっとまあ、逆に田中が生きり立ってたんで、まあ、ここに来させないというのも一つの、まあ、方法だったのかもしれないんですけどね、ちょっとそこは、あのとにかく、まあ、警察に行ったの、これ、誰か。はい。どう警察に行ったの。行ったのね。だからそれでも、ね、あとは、あの、職の手に委ねるということで、ちょっとまあこれも警察沙汰になってるし、これ以上あまりコメントするわけにいかんちゅうことになるので、あのそこは本当に暴力を一方的に振るなんだったら、あのと代表としては、謝罪をさせていただきたいと思います。はい、なんかじゃあ次どうぞ。はい、さっきのあのこれ昨年の炎上全部警察だったっていう話があったんですけど、それで去年、うん、あのなんかこんなになんか急激に支持を離れていくとは思わなかったって発言されて、あれはまあやっぱり数字上のことでちょっと驚いたってだけであって、まあ、炎上自体は崎陽軒のシューマイ以外は全部計算通りっていう感じでしょうか。計算通りいいことは、うん、あの全部もちろんね、どういうプラスの炎上するかマイナスするかっていうことについては分からなかったです、正直ね。ただ炎上させようという意図的にやってたことだけは事実なんですよね。だからやめようとしても炎上しなかったりとか、意外に炎上したなとか、プラスにいったなとか、例えば崎陽軒のことだから、まあ、トータルとしてはあの時は崎陽軒からしたら偉いとかなるけども、トータルで見たら実は崎陽軒さんも喜んでらしたみたいな話もなってるので、その個別具体的に一つ一つが成功だったかどうかは別にしても、とにかく炎上させようという方向で動いたことは事実です。で、その炎上させたことによって、多くの有権者がうちの党や立花の過去を知ったことで、伸びるかなと思っていたんですよ、ある程度ね。ところが、離れていって、まあ、ちょっと選挙を実際やってないので、その構成あのいわゆる市長選とかしかやってないので、あの実際の数字には見れないので、早く今回は、解散総選挙やってほしいんですけども、まあ、正直ね、ほっとしてるんですよ。だってこのままね、うわーって人気があって、山本太郎さんの、れいわ新選組さんのような状況だと、さっき言ったように人事とかお金のところチェックできなかったです。だから一旦この人気というか話題が落ち冷めたことによって、あの一度こう休憩できる時期、期間を持たせてもらって、まあ、人間どこにも行かせてもらったりとかっていうこともあって、長期戦でやれるっていうことが分かったので、もうだから、そういう意味では想定してたんですよ。一気に人気が下がるみたいなことは想定してなかったかって言ったら想定していたし、むしろこれでいいんじゃないのかなという感じですね。はい、あとそれちょっと今話題になってるのは話題になってるのは、YouTube でちょっと話題になってるのがあるんですけど、立花さんが去年、NHK の集金の被害に遭ってる人ってそんなにいないですよみたいな発言してるのをこう切り抜いた動画がちょっとなんか話題になってるんですね。で、それだけ見たらこうやっぱり印象として、そんなに被害者そんなにおらへんのにこう分担に税金使ってこうやるのみたいなのが運営してるのかって思われてしまうのかなって思うんですけども、だからあの発言のなんか真意ことがあれば聞きたいなと思うんですけども、あのね、 NHK の集金被害を受けてる人って多分全体の 1% に満たないと思いますよ。そういう意味では少ないというを申し上げた、それと比較したらですよ、その全体の日本の人口からすればね。でも一方で被害を受けている人ってすごい恨みを持ってたり、すごい被害を受けているので、そういう意味ではその人たちの救済って大事だと。だからそのうちの党が伸びないのは、そんなにね 2% ぐらいの支持率しかないのは、まあ、得票率かな、ないのは、その NHK の被害というのは実はその日本国民全体としたら少ないですよ。ただ集金の活動で比べたらめちゃくちゃ多いわけですよね。
その集金人が大体3000人とか5000人ぐらいの数字で待ってることからすればね、年間1万件ぐらい の, あの消費者センターに苦情が入ることを考えたら、1日20件とか苦情来てるわけでしょ。全国で1日20件から30件 NHK の集金のこと被害が来てるわけでしょ。これ少ないと絶対言えないわけですよ。だから何をその比較対象として多い少ないかっていうのは、その部分部分でまさに切り取りの部分で、あのちょっとその前後の話と比べないと一概には言えないかなと。あと、田中さん、もしあの警察から暴力って認定された場合には、やっぱりこう、まあ、何かしら、英国としての処分が、例えば懲戒解雇、懲戒解雇とか、こう、まあ、検討された方がいいのかなというふうに思うんですけども、それでいかがでしょうか。これも YouTube で僕、言ってる通りで、人間ってミスをするんですよね。で、例えば人を殺しました、これはもう絶対ダメじゃないですか。もちろんその理由なく人を傷つけて、まあ、骨折させたとかっていうのとね、まあ、今日どういうそのレベルのものかわからないですよ。障害なのか、あるいは暴行なのか。ただその人っていうのは罪を犯すものです。だから、例えばピエールさんなんかが11ヶ月ぐらいで戻ってくるのかなっていうことで、そのやっぱり罪の重い軽いによって処分は変えないと、あの不当な処分ができ、多分彼氏も別に労働組合じゃないでしょう。もう例えばその今日本当程度がわからないので申し訳ないんですけど、まあ、少なくとも傷害じゃなくて暴行で、有罪になったと、それで、解雇、それが理由で解雇っていうのは裁判されると多分負けるんじゃないですか、ね、もちろんそれに対しての言及とか配置替えとかっていうのはいいと思うんですけど、要はあの公務員が飲酒運転をしたら昔は、ね、言及とかで言ったけど、今は首でしょ、飲酒運転で捕まるとね。ただあの退職金払うんですよ。これ退職金も払わない懲戒免職ってやると裁判したら負けてるので、今の普通公務員、いわゆる通常の公務員さんがね、飲酒運転すると、まあ、懲戒免職は免れないけども退職金は大体出すみたいな判決なんで、まあその今日の田中君のその行動がどの程度の罪というかね、処分を下すべきなのかっていうのは、過去のそういう元の犯罪と比べて、とかそういうのと比べて処分を下さざるを得ないのかなと。はい、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 渡しました。90% の確率で静岡には入らないと思います。あ、初日工事日だけということですか。工事日は行くとは思いますけども、ちょっと、ね、今やっぱり選挙にお金を使わないということをちょっと主に訴えていこうと思っているので、はい、そういう意味では工事日も入らないかもしれないですし、ちょっと、まあ、少なくとも大々的に活動するっていうことはやっぱり控えようと思ってます。うん、インターネットでの活動と、まあ、もちろんその期間中にニコニコ超会議っていうのもあるので、土日だからね、そのなんだろうな、やっぱり有権者に訴えたいのは、これまでの選挙運動みたいなことをやってるとなんかちょっと過去悪いっていうか、なんかちょっと違いがわからないっていうかね、うん、だからまたそのウイス城とかと、次ウイス城すごくなんかなるじゃないですか話題に。でそれだってそもそも無必要なんていらないんですよね。あ、だからそういう意味ではもうあえて選挙カーも使わず、そのなんか訴えるっていうことをネットでやるっていう方が早いってちょっと気はしてるので、入る確率は 90% の静岡に入らないかなと。ただ一方で静岡で僕に入りたいという方もいらっしゃると思うので、だからそれが前日投票日の前日の土曜日とかに入るかもしれないかなって感じですね。ああ、それでこう深い的な集まりってこう、まあ少なくともあのありがたいことに写真撮りたいとか握手したいとかサイン欲しいって方がいらっしゃると思いますから、それはあのせっかく静岡で選挙させてもらってる、させてもらう予定なんで、それは行く価
かなって感じですね。あ、なるほど。はい。あと、もう一つ質問があります。自由なんで、あんまり、そもそも相手にするなって言ってるのかな、俺。多分ね、相手にするなっていうか、うん、ごめんなさい、僕が公平があったらこの人ですけど、相手にしない方がいい、俺も相手にしないっていう言い方をしていないと僕の間違いですね。僕、人の強要はしないので、うん、でもちろんね、多分あなたも自分の嫌いな人と自分の友達が喋ってたりしたら気分悪いでしょ、はい、それは僕も同じですよ。あ、うん、だって明らかにおかしな人と話をしても、はい、そのおかしいというか自分と合わない人と話をしてもね、はい、うん、プラスになるとは思われないので、はい、うん、その今言ったイラテンさんとかは明らかにその延長させて数字を取ろうとしていることは明らかでしょ。ね、でうちの党はもうそれをやめるっていうことで今年から変わってるわけでね、はい、ただ逆にそのもしうちの党の関係者とかに後継者が、はい、そういうことによって YouTube に収益を上げようとしてるんだったら、はい、うん、それはそういう人なんだなという目でできますね。あと、最後の質問よろしいですか。はい、僕が詰まってるんで最後にしてください。はい、NHK が国民を守る党の名前を利用して、お金を集めて、はい、公認自体を重ねたり、またのものにしてどう思いますか。まあ、僕のミスですよね。それはミスだと思います。お金を出せるということで、公認をしたことが、ちょっとね、多分この国会的なもの、まあ、総会かなんかに来てて、公認させしてくださいということで、でお金あるんですか、300万ありますとおっしゃったんで、その時に僕が、お金をお持ちの方なんだと、っていうそのことの確認を怠ったことが、今回すべての原因かなと思ってます。あ、うん、っていうのは、もう50代、まあ、本人も言ったんですけど、50代過ぎててね。自分の貯蓄貯金や家族から借りて300万円用意できない時点で、はい、公認してなかったです。なるほど、わかりました。はい。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうも、はい、失礼します。はい、ありますか？ああ、どうぞ、はい。はい、私、愛知県から来たんです。ああ、そうです。愛知トリエンナーレで、はい、まあ、半日展みたいな感じで天皇陛下というのが、まあ、夏話題になりまして、で、まあ、愛知県では2月から大村知事のリコールをしようという動きがあったようなんですけども、コロナウイルスでちょっと、まあ、ドライブ出しましょうという感じで、なるほど、はい、で、まあ、大村知事がそもそも当選したのは、当時、共産党一人と大村知事、本村さん、2人しかいなくて、どっちがいいって言われて、まあ、なったみたいなところも、まあ、もともと力も能力も。あって、まあ、ただ遠い、あっち行ったらこっち行ったりしてる人なんですけども、まあ、そういった方で、まあ、もし無責任に立花さんがこのリコールを、まあ、ちょっと、まあ、もしですよ、このリコールを成功させようとしたらどういった手段を取るのかなと、もしリコールになったら都知事選が行われるじゃないですか、まあ、そうなったら、まあ、可能性は低いですね。都知事です。県知事です。あ、いや、県知事です。はい、まあ、社系都道府県の知事でリコールでって無理っしょ。ナンバーだな。ナンバーですね。何分の1ですか ?10 分の1くらいでしょ。ちょっとよく知らない。はい、それはね、例えば直近で言えば阿国とか、市長のリコールっていうのは、まあ、聞いたことがありますけども、まあ、町とかね、町長とか、多分都道府県のリコールって、それもあるのかなと。ないんじゃないのかなっていう。もう大変なんですよ、リコールって。多分2ヶ月以内に、県都道府県の場合は2ヶ月以内に署名を集めて、場合によっては印鑑までもらわなきゃいけないようにもなってるのかな。
もうそのリコールをしようという方については多分ちょっとパフォーマンス的なものなのかもしれないですし、そもそも愛知トリエンタルトリエのトリエナル、これなんかちょっとごめんなさい、正式な分からないですけど、それと大村知事がそんなにがっちりくっついてるんですか。逆質問申し訳ないけど、大村知事の回答がコロコロ変わって、だからコロコロ変わるということは別に彼はそれを強く押してたわけではなくて、チェックできなかったぐらいなんじゃないんですか。ちょっとそこら辺がよく分かって、大村さんがね、主催者の津田さんですか、津田さんが例えば愛知の県の知事だったらね、それはもうわーってなるかもしれないですよ。でも大村さんからしたら、いやちょっともう表現しようと、どうしたらいいのかなぐらいの感じでしょ。だからそうしたらそこまで大村さんを辞めろみたいな愛知県民の感情って上がってるのかな。ですよね。だから僕は無駄なことはあまりするな派ですよ。トライアンドエラーって言ってますから、やったらいいと思いますよ。その一方で全く矛盾したこと言ってますけど、ただね、そのやっても無駄だと分かっていながらトライするんだったら OK です。だから僕は東京都知事選挙に出て、あの時に東京都知事で当選すると思ったらただの頭おかしくないでしょ。だから目的が何なのかっていうことを分かった上でトライするんだったらすごい素晴らしいです。そのいろんなその実験をしなきゃいけないから、経験をする、実験をする、経験をする、数値を取ることをやってみることによって得るその経験値が上がるんでね。だからそれをやりたいんだったら賛成だけど、もうどんな方法を使ってもそれはリコール権を取ることなんてまあ無理なので、本当にリコールしたいんだったら最初からやらないです。いうことで、左斜め前に座ってた金持ち席に座った人ね。はいはいはい。はい、ありがとうございました。はい。参加料だけいただいて、掛けはなしでっていう感じですけど、ね、はい、はい、次どうぞ。
はい、で最後あの控室でちょっとニアミスしたんで、はい、僕は政治家だからご飯行きましょうねで、はい、で終わりました。で、はい、まあ、森さんは以前ちょっと面識ちょっとだけはあったんですけど、はい、まあ、どっかでまたあのゆっくりお話する機会があるのかなと思っています。はい、あと、まあ、はい、真ん中の福本先生もあと短いちょっとお話させていただいて、はい、あの向こうの方からね、ちょっとこれ海事の作者ですかね、海事って8個しかやったことないんですけど、あの、はい、まあ、だからその堀江も万博に出させていただいたことによって、まだ僕のことをよくわからないその著名な方っていうかね、その中のリーダー的な方が僕のことに興味を持ってくれたのはちょっと嬉しかったですよ。あ、よかったですよ。はい、応援してます。はい、ありがとうございました。最後、最後なんですけど、はい、何が言いたいですかね。ちょっと話が分からない。分かり合わんことですよ。それはもう肉食動物は、ね、はい、あの草食動物を食べて生きていくわけなので、それは経営者は労働者を食べてるというか、労働者から搾取してることは事実なので、その経営者と労働者の数言ったら経営者の方が少なくて労働者が多いので、その人と分かり合おうとするあなたの考え方が責められるんですよ。だからそれはもう無理ですよ。うん、そんなのは、申し訳ないけども、あなたのわがままであって、それ分かり合いみたいになったら労働者側っていうかね、そういう成功者側の方じゃなくて、やはり僕の方から呼んでると、どんどんそういう人が増えてくるんで、友達の数は減りますよ。その代わりに知り合いの質は上がります。どっちを取るかはあなたが決めればいいと思います。両方は無理です。はい。はい、はい、はい、失礼します。はい、愛知県で立花さんの、まあ、講演会とか無責任相談会とかをやりたいなと思っていて、今タレントとしても活動されているということをちょっとすみません、僕初めて知ったんですけど、はい、無責任相談会で呼ぶのとタレントとして呼ぶのと、ごめんなさい、それは無料無責任相談会初めて言ってるんですけど、まあ、今週金曜日に和歌山の裁判があるので、その後西宮の方でやりますけど、これ無料無責任って言ってるので、まあ、行きたくなったら行くとかそうなんです。お金も取らないので、別に基本お金も全く取らないので、行きたくなったら行くので、オファー出していただければ、返事がなければないと言ってくれればいいですし、返事があればやるっていうぐらいです。タレントとしては一人放送局の方にご連絡すれば、人としてはどんな仕事なんですかね。このいわゆる講演は基本的にはまあ、やらない方向ですけどね。いわゆるその講演を依頼してもらうことについては、例
えば鴨頭さんみたいなああいう場が設定されるんだったら行きますよ、その法人会とか。はい、あのまあ、具体的に、まあ、鴨頭さんのところで学んでいるいわゆる肉食獣の卵のような人たちを2、30人集めて、まあ、立場の中に心意気とか、まあ、気をつけることとかをお話ししてもらいたいなというのを考えています。気が向いたらいいですけど、はい、別の何か集まりのところに行く分については、例えば高校で午後でやってて、講師が何か来ますとかっていうものについてはね、行ってもいいかなと思ってですよ。なぜかというと、急に行きたくなくなることがあるんですよ。まあ、別の予定が入ったりするから。だから無責任に受けとかないと、立花が来るって僕がメインで呼ばれると行かなきゃいけないんですよ。うん、だから、ちょっとそこは無責任にしときたいなと。お金が取らない、お金取らないと無責任に行きたい。だから特に、まあ、鴨頭さんところの人たちって僕の話から聞かんでも十分やなというのはあります。あのむしろその何だろう、やっぱり小学校とか、まあ、高校生ぐらいか、中学生とか高校生とか、あの全くそういう政治とか関係のない人たちのところで、ね、話するのは新規のお客さんって変なんですけど、そういうのはあると思うんですけどね。あんまりちょっとこう鴨頭さん系の人たちはもう慣れてると思うんで、それはまあいいかなって感じですね。はい、ありがとうございます。ちょっと今の話はちょっと行こうかなと思わないですね。あ、特に名古屋。あ、もっと行ったことないとかだったらちょっと行ってみようかなみたいな。はい、ありがとうございます。はい、すいません。ちょっと電話とか来たか電話とか。はい。どこから来てたしょ。ちょっと。あの、では、はい、はい、始まりですね。そうです。いいですよ、どうぞ。そうですよ。ますけどね、ちょっと僕は今手元にその資料がないので、とにかく総件数自体は1ヶ月でいうと多分6000件ぐらいですね。でその内訳っていうのが、まあ、資料をくださいっていうのもあったりとか、今 NHK の出勤が来てますから多分ちょっと多種多様で、あれはそこまでね、そのコールセンターのオペレーターの研修の方がどっちかっていうとちょっと優先なので、件数は間違いなく把握してるんですが、内訳まではやってる、これ誰かコールセンターだったからね。あの、できれば、コールセンターに関わってきた件、具体的な数字っていうのを教えていただきたいんですが、理由は何なんですか？そこの理由によって、あの、その調べるためにお金っていうか、ちょっと手間がかかるので、その、あの合理的な理由があれば。一番大事なんですよね。いわゆる請求書があの各個人に行くとか集金が行くよりもですね、弁護士さんにその業務を委任するっていうことを今最重要課題であの詰めていってるんですよ。で、それ以外の業務について特に今のお話では合理的な理由っていうか、まあ、あなた の, その独自の、ね、考えを否定はしませんけども、あのこういうその
電話の研修の内訳っていうのを聞かれたのは初めてで、かつその理由が、その理由が少なくとも大衆の方が求めているようなものではないと思いますので、やっぱり、だから別にあなた自身がそう感じるのは全然おかしくはないんですよ。でも少なくとも我々のところにはその声は今回初めていただいているし、かかればあなたが被害の相談が少なければうちの党を応援しないとかっていうことでしょ。だから多分少なく、多分では少なくともそれは消費生活センターが出してる毎日ね。だからそっちの方が相場も大きいですし、もうその辺のところの事実関係、ね、をその問題にするような時期っていうのは僕は終わってると思ってるんです。ちょっと意味がわからないという。いいですか、ごめんなさいね。ちょっと時間の関係になるんで手短にお願いします。どうぞ。はい。仕事の内容によって使い分けてます。以上です。はい、失礼します。はい、これも昔橋本さんが当主であって大阪市長であって、一年個人とかっていうのをやってるのと一緒で、一つ一つの業務が完全に分けられるものもあります。当然ね、例えば、ね、部屋の使い方だってもちろんやったりする。もうこれはもう分けられないものというか、そんな明確にできるものじゃありません。ということで締めながらね、はい、皆さん正直ありがとうございました。撤収しなきゃいけない、終わります。以上です、ありがとうございました。最後に NHK をやって、はい、行きましょう。 NHK をブレバーされます。なんかこんなことしてると宗教的になってると批判する人が入りづらくなるから